はい、皆さんこんにちは。今更チャンネルの春菜です。今日も見に来てくださってありがとうございます。今日はですね、ちょっとテーマがお仕事関係での Q&A をちょっと初めてやってみようということで、なんとなくちょっと服装もお仕事っぽくして、で今オフィスの方におります。で今ウェブ会議で編集を手伝ってくれる妹と参加していますということで、インスタのストーリーズの質問コーナーで募集をしたんですけど、全部お答えができないので厳選してお答えしたいなと思います。たくさんのご質問本当にありがとうございました。今回はですね、私のお仕事に関わることへの質問、もしくはご自身の お仕事でのお悩みについてっていうところを募集しているので、ちょっとねサクサク回答できないかもしれないから、長くなっちゃうかもしれないんですけど、作業動画的にね聞いていただけたら嬉しいです。それでは動画スタート。はい、それでは早速始めていきましょう。ではまず勉強、社会人になり学習の方法がわからなくなってしまいました。はるなさんの勉強方法が知りたいです。なるほど、勉強方法か。なんだろうな、2つお伝えすると、1つは何か自分が新しいポジションについたり、新しい何か、私の場合だとなんか新しいミッションが与えられて、それについて学ばなきゃいけないみたいな時とかは、大体やっぱりまず本ですね。本でいっぱいそのジャンルで有名なものとかを何冊も読んで、そのフレームワークとしてまず学ぶみたいな感じかなと思います。あとはなんかちょうどいいのとかがあればセミナー行ったりするのもめっちゃいいと思うんですけど、 それでなんか大枠を学ぶっていうやり方と、あとはもう日々の勉強なんですけど、日々わからないかったことがあれば、それについてちゃんとバーってメモしておいて、それをちゃんと復習する時間を取るとか、なんか仕事してると IT 企業だからっていうのもあるかもしれないですけど、日々わからないこととか、また新しい単語とか、あ、なんか新しい考え方とかなんか出てくるので、それを復習して自分のものにしていくみたいなのはやってますね。だいたいこの2つかな。あと本当に何か取り組みたいってことがあれば、私もストレングスファインダーの認定コーチ取ったんですけど、やっぱりその資格をちゃんと取るっていうために時間を取って勉強するっていうのは絶対財産になるとは思います。はい、じゃあその勉強の継続方法が知りたいですという質問が。継続方法か。私も最近の経験なんですけど、私結構やっぱり夜に時間がちゃんと取れないっていうのがあるので、私の場合はちゃんと朝にルーティン化するっていうのをずっとやってたんですよね。なのでこの日だけめっちゃやるとか、こういうの日だけやる気出すとかだと、その日がしんどくなっちゃったりとかしちゃうので、私の場合は毎日に少しずつでも組み込むっていうのは意識してて、今も朝の時間に読書するのと英語の勉強するっていうのは入れてるんですけど、それをやっぱルーティーンで自分の生活の中に取り入れやすいところで入れる。なんか一時期私新入社員の時に10個資格取らなきゃいけなくて、でも全然勉強できない時は、帰る前にやっぱり絶対ここのカフェに寄るっていうのを決めて、1時間だけでもそこにちゃんと座るってやったら、まあ、1時間やってると結構はかどってきて、もうちょっとやろうかなってなったりとか、それが習慣づいていって結局資格取れたみたいなのもいい経験だったので、自分の日常の中のどこかに少しでもいいから組み込むっていうのがおすすめです。私がやりやすいやり方かなと思います。次が結構多かったのが、部下との接し方っていう。部下との接し方、はい。新人や後輩などの育成で気をつけていることは何ですかという質問です。つい自分でやっちゃいますって書いてる方もいらっしゃいます。なるほど、確かにこの今の話だと、多分自分が喋っちゃうっていうのと自分がやっちゃうっていうのが、その育てるっていう点で一番やっちゃいけないことかなと思ってて、でも私もマネジメントの初期は自分が喋ってばっかりだし、自分がやってばっかりっていう感じだったんですよ。まずは大事にしている考え方が山本五十六さんの、やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は動かず。ちょっとこれ正しいかわかんない、合ってるかなっていうのがあるんですけど、それの最初がまずやってみせるっていうのは一回大事なんですよね。その後にそれをちゃんと言って聞かせて、させてみるっていうところで褒めてあげるっていうことで育つっていうのをすっごい感じてて、やっぱりどうしても自分でやった方が早いって思っちゃって、自分がやってたら
一生そのチャンスがなくなっちゃって育たないってなってしまうので、やっぱりとにかく失敗してもいいからやってみてもらうっていう、この行動をさせるっていうことと、あとはやっぱりマネジメントってとにかく対話する機会が多いと思うんですよ。いろんな報告、連絡、相談っていうのがある中で、やっぱりどうしてもこちらが伝えたいこととかが多くなって話してしまったり、相手の言いたいことを十分に聞いてないのに想像して回答してしまったりして、間違ったコミュニケーションになっちゃったりっていうの、私めちゃくちゃ経験あるので、とにかく、私が意識してるのは、優しい目、大きな耳、小さい口っていうので、とにかくこの聞く方だけに集中する、で相手を理解するっていうことを意識してます。これ苦手だからこそね、めっちゃ苦手でも喋ってばっかりじゃんいつも、だからこそめちゃくちゃ意識をしてるっていう感じですかね。じゃあ次、はい、部下へ指摘しなくてはいけない場面がとにかく苦手です、心がけていることありますか？指摘するのね、ですよね、私も苦手だったかもしれないです。でもまず目的は、会社で成果を出すためで、その人のためを思って、その人の成長のために言うっていうことだと思うと、言ってあげることってすごく、こう言われる方ってすごい幸せなことだしね、指摘しづらいって思ってるのは自分だけで、やっぱり自分が何かアドバイスもらえたら、それって一個成長のチャンスもらえると思って嬉しいって思う人もたくさんいると思うので、そういう意味でまずすごいプラスなこと、アドバイスをして、指摘をしてあげるっていうことはだと思っていて、あとはまあその伝え方として結構意識してるのは、前ボイシーでもお話ししたことあるんですけど、やっぱりできてないことだけを、これできてない、ちゃんとしなさいっていう風に言うとマイナスなこと言われちゃったかもって、こう萎縮しちゃうこともあるんですけど、いつも意識してるのは、ええやん、あかんやん、どないすんねんっていう順番で、まず相手のいいところを褒めて、でももっと次ここを目指すなら、ここをもっとできるようになった方がいいよねとか、ここを改善したらもっと良くなるよねっていう言い方をして、そのためにどうするっていうのを一緒に話すみたいな、なのでええやんから始めるっていうのが結構大事で、これまあ営業とかもそうなんですよね。なんか会社で報告する時とかも、いいことから言ってあかんこと言って、それをどうするっていう風に言うと伝わりやすいみたいなのが、結構私は実体験としてあるから意識してるかもしれないなと思います。どう？面白い。面白い勉強になる年上の部下や年上の方と接するときに気をつけていることや意識していることがあれば教えてください、だそうです。私も今の会社でいうと逆に年は下の方なので、年上の方とお仕事すること多いですし、お客様もまだまだ年上の方となので、年上の方と接することの方が本当に 90% ぐらいって感じかも。年が上っていうのは、まあ、年齢、生きてる年齢が上っていうだけであって、役割としてその上司と部下って私あんまり言わないようにはしてるんですけど、ただマネジメントをするっていう役割と、プレイヤーとして成果を出すっていう役割っていう役割の違いだけなので、そういう意味でこのマネジメントする相手の方がどれだけそのプレイヤーとして成果を出せるかっていうことだけを考えるので、なんか別にそれが年齢が年上だから年下だからとかはあんまり関係ないかなとは思うんですよ。ただそのもちろん敬語を使うとか、こう人生の先輩として学ぶところはたくさんあるのは絶対そうだと思うので、なんて言うんでしょう、区別とかするわけじゃないですけど、その成果を出すためのっていうのと、その接し方みたいなところを年が上の人と下の人で違くなるっていうのは私は全然あるかなと思うので、そういう意味でちゃんと尊敬の念を持って接するっていうのはあるかなと思います。はい、転職の質問もいくつかいただいてまして、転職ね、転職のきっかけは何でしたか、転職を決意した決め手などはありますか、という質問が多かったです。転職を考えては全然いなかったんですよ実は。でたまたま、まあ、今の会社の方と出会っていろいろ仕事の悩みとか営業の悩みを話してたうちに、うちで働いてみないみたいな話にありがたいことになったっていうところで、そこから初めて転職っていうものを考えました。できっかけになったのは、私はいつも言ってるのが、今の会社の役員の皆さんが最後まで
誘ってくださってたんですけど、どの方と会ってもあなたはこの会社に来たらあなたが持っている武器をピカピカに伸ばすことができる、めちゃくちゃ成長できる、もう成長成長っていうのをすごい言ってくださったんですよね。それをみんなでサポートするみたいな感じで言ってくださって、なんか本当にここに入ったらすごい変われそうというか成長できそうって思って、うん、それがなんか面白そうだなっていうふうに思ったのでチャレンジしたっていう感じです。私の場合は前の会社で大阪支社を立ち上げているところだったりとか、まあ、いわゆる同じ同業他社への転職だったりとかもあったので、ね、そんなのってそれで転職するのって思われるかなっていう不安もいっぱいあったんですけど、自分の人生なので本当に自分がワクワクする方を選んでやってみるってめっちゃ大事なことだなっていうのを体験したしました。じゃあ、うん、30代通勤服が迷子です、春菜さんの意識していることを教えてほしいですっていう質問が来てます。へえ、30代の通勤服、確かにパーソナルカラー診断、骨格診断で、この間顔タイプ診断もして診断系全部したんですけど、それの結果が骨格診断もストレートだし顔タイプ診断もエレガントだったから、そもそもスーツが、まあ、似合うっていう顔だったり体型だったりして、そういうかっちりした服が似合うみたいな感じだったんですよ。なのでその診断系をして自分にとってのこう軸みたいなのができたので選びやすくなったし、あとやっぱりその診断結果に基づいて自分に合うものを着ると他人からの評価がめちゃめちゃ上がるっていうのがあって、私過去の動画とか見ていただいたら分かるんですけど、結構垢抜けたって言っていただくんですけどね、うん、それもかなり、それもだいぶその診断結果に合わせていろんなアイテムを変えてきたからなので、なんか迷子になってるのを私はなんか道を示してくれたのがその診断系、パーソナルカラー、骨格、顔タイプだったので、それをやってみていただくのはめっちゃおすすめです。今次切り替えっていう分類なんだけど、切り替え分類切り替えっていう分類結構面白いねじゃあこれいます。はい、私は仕事で悩み出すと止まりません、うん、切り替え方を知りたいですという質問です。おー、ファーストチェス理論って知ってる？ファーストチェス？ファーストチェス理論っていうのがあって、チェスをするときに5秒で考えた打ち手と30分で考えた打ち手の 86% は同じ打ち手になるっていう理論なんですよ。だから、まあ、グダグダ考えるよりも行動が大事みたいな感じで例えで出されるんですけど、それでなんかその悩んだ時にも、例えば自分の中で期限を決めて10分だけ考えてみようみたいな、10分だけ考えてみて答えが出ればそれにしたらいいし、答えが出なかったらもう悩むのをやめてどっちかをもう選ぶみたいな、これ以上考えても今適当に決めても一緒だみたいな、なんかそういう感じで、なんかそれは結構自分の頭の中でいつも意識してて、考えるなら時間を決める、で結論が出なくてももうどっちかって決めて動いてみるみたいな、それって悩んでるのって正解がないからなんですよね。正解がないから自分が考えた結果こっちがいいって思った方が、あのいい結果になるか失敗するかなんて分かんないじゃないですか。そしたら選んだ方で成功するように行動するためには何をしたらいいかっていうのを考えた方がよっぽどうじうじ悩んでるより時間も効率的に使えると思うから、決めてそれを成功させるためにどう動くかって考えるっていう方がいいかなと思ってます。じゃあ次、切り替えあれもう一個、あ、切り替えもう一個あります。仕事に YouTube、ボイシーと三刀流ですが、どのように気分転換なさってるんですかっていう。あ、そうですね。それで言うと私は自分の趣味が結構はっきりいろいろあるので、それで気分転換してるっていうのはあるかもしれないです。そのサウナに行くとかもそうです、サウナとかお風呂行くっていうのもそうです。日常で言えば、まあ、あとお酒飲むのも好きだから、お酒飲んだら絶対仕事のこと私もできないんで、とことんもうオフモードになるかなと思いますし、あと土日とかは私結構本当に最近はすごいちゃんと休んでて、キャンプ行ったりフェス行ったりもそうですし、うん、好きな漫画読むとかもそうですし、なんかその自分の好きなことをする時間にその時は仕事を持ち込まないっていうのでオフ切り替えてるかなと思います。うん、次のジャンル次の、ね、憂鬱っていう分類憂鬱っていう分類
分類が独特なんだけど。はるなさんは今日は会社行きたくないなって思う時ありますか？ない。だって私リモートね、みんなしてるのに、私その東京行く時とか、あの外出がある時とか以外ずっと会社いるんですよ。怖い。でも前は確かに全然ありましたよ。特に新卒の頃とか毎朝行きたくないって思ってた、うん。まあ、でも行きたくないって思っても行くしかないので、行きたくないって思ってる時間がもったいないので、その行って何かの楽しみとか、行く途中にこの本読もうとか、この音楽聴こうとか、帰りに楽しいことしようとか、なんかやっぱそのね、ベクトルを変えるというか、うん、向く先を変える、コントロールを自分でしてあげるしかないなって思ってます。はい、次。お仕事をしてきた中で一番憂鬱になった時、うん、ブルーになった時があれば教えてほしいです。だそうです。社外で言うと、自分なりにちゃんとお客さんの課題に対して提案を作っていったつもりだったんですよ。でもでずらーって並んでて、私が資料を見せながら説明して言われた言葉が、あの、なんて言うんだろう、結構厳しい言葉で、こんなこう何にも中身のない提案をしてくるなっていうのを言われて、フォーマットに沿ったような内容ばっかりで、自分たちの会社 の, その悩みに対しての提案になってないっていうのをすごいご指摘いただいたことがありまして、その時はなんか私なりにはちゃんとやったつもりだったから、手を抜いたつもりが一切なかったからこそ、すごいショックで悔しくて、その場で何も言えなくなっちゃったみたいなことはあって、その後結構憂鬱な気持ちになりましたね。なんか手を抜いてればまだね、あって思うかもしれないんですけど、頑張ったところで全然レベルが達してなかったんだなっていうのはすごい悔しかったっていうのは覚えてます。そう、それはね、苦しかったな。次、じゃあね、信念っていうジャンル。信念お仕事をされている中でどんなことを大切にして働いていますか？そのなんか私の生きることの大事にしてることの中に、その喜ばれる存在であり続けたいみたいなのがあって、その私の大好きな「ありがとうの魔法」っていう本があるんですけど、その中にその人生は競争して一番になるとか、誰かを陥れるとかじゃなくて、とにかく別に一番にならなくても周りの人を幸せにして喜ばれる存在になることが人生の目的だみたいなことがもう書いてある大好きな本なんですよ。その私は営業の中でもずっと意識しているのは、本当に目の前の人がそれを買っていただいて、そのすごく幸せになるかどうかで考えてるから、もちろん無理に売ることはしないですし、うちよりこっちの製品の方がいいなって思ったらそれも言いますし、その人の幸せを第一に考えるっていうのは絶対忘れないようにはしていて、で社内のメンバーに対しても、自分と関わったことによって成長につながったり幸せにつながったらいいなっていう思いでいつも意識してたりはするから、でやっぱりそれで喜んでくださった時にすっごい嬉しいので、ストレングスファインダーの中でポジティブっていうのが1位なので、その周りの人が元気でとか、周りの人が楽しんでて幸せそうなところを見てるのが一番幸せだな、そういう人であふれ返ってると幸せだなって思うので、それに少しでも貢献したいなって思いがなんか強いのかなとか思ったりしました。はるなさんの理想とする人物、かっこいいなと感じる人について聞きたいです。まあ、最近はアンミカさん。お、好き、私もねえ、本当に本当にポジティブじゃないですか。めっちゃ元気もらえるし、言う言葉全てがポジティブだし、明るいし面白いしね、あんな風になりたいって思います。次、じゃあ上司。怒る上司がいて、そのせいで仕事が憂鬱です、どうしたら良いでしょうっていう質問。そうですね、おすすめは反応しない練習っていう本がありまして、私これすっごい大好きなんですよ。まあでも自分が怒られてるんですもんね。その内容とかにもよると思うし、怒り方の度合いにもよるとは思うんですけど、そう、怒ってる人がいる時に受け取ってしまって、で自分がそれによって自分の心も失うっていうことが一番良くないので、怒ってるのに対しては反応しない、受け取らない、受け取らなかったら相手はそれを自分が
持って帰るしかないとなるんですよね。なのでそう受け取らないで、ただお互いに理解することだけを目標にするみたいなのは最近結構意識してるんですけど、そういうことがこの本に書いてあって、すごく人との関わり方の中で勉強になるので、はい、次そのモチベーションについて、モチベーションについて、モチベ、あの仕事のモチベーションって何ですか、最近仕事楽しくないなと感じているので知りたいですといった質問が来てます。あでもやっぱりその入社した決め手も成長っていうところだったんですけど、今の私の働いている環境職場だと、これやっとできるようにちょっとなったかもって思うと、もうすぐ次の課題が出てきたり、次の新しいことにチャレンジしたりっていうのが、まあ環境もそうだし自分でそれを選んでるのもそうかもしれないんですけど、目まぐるしく本当に変わっていってるんですよね。なんかだからそれを楽しめるっていうのもあるし、メンバーがどんどん成長していく姿を見ててもめっちゃ楽しいって思うので、なんかそれがモチベーションかもしれない、その成長ね、うちの会社なんか裏で成長オタクが集まる会社とかって言ってたりするんですけど、だからそれぐらい成長楽しめる人たちでいるから楽しいって思えるかもしれないなと思いました。なので、変化成長みたいなところですかね。次はタスク管理はどのようにされてますか。タスク管理は私はノーション、大好きなノーションを使ってやっています。ノーションっていうのは自分で好きにデータベースを作れるみたいなサービスなんですけど、ちょっとねノーションの使い方も動画で紹介したいなと思ってるんですけど、ちょっとなんかぐちゃぐちゃすぎて、思いのまま赴くままにやりすぎてちゃんと紹介できてないから、どこかで紹介します。ノーションが便利です。やっぱビューを切り替えられたりとか、そう便利だからおすすめです。次、はい、これいくつか来てました。社員から役員になった時どのように考え方を変えられましたか、経営視点で考えるコツなどあればっていう質問です。そうですね、これも本当にじゃあ明日からそうやって役員になります、役員の考え方に切り替えてください、はいとか言って切り替えられないじゃないですか切り替えられないんですよ、切り替えられないからめっちゃ苦労しました。でもそのためにはやっぱり考える視点視座をやっぱり高めていったりとか、より未来のことを考える、より多くの大きいことを考えるとかっていうのはやっぱりこれ訓練するしかないと思ってて、これも私最初やっぱりいろんな本を読んだり、それこそ研修に行ったりとかして、それを徐々に徐々に、で研修行ったり本読んだりして終わったら意味ないので、日常で起きてる課題、日常で考えなきゃいけないことみたいなのを、それで学んだフレームワークとかを使いながらもう本当に練習していくみたいな感じでやっています。なので結構でも視点視座を上げるっていうのは結構大事なので、今の話を一個上のレイヤーから見てみたらとか、もう一個大きくしてみたら、さらにもう一個大きくしてみたらみたいなので、やっぱり練習していくっていうのは結構しました。SNS やボイシーなど情報発信しようと思ったきっかけと、差別化のために意識されていることを知りたいですっていう質問が来てます。差別化ってそんなに考えてないんですけど、そのどんな人に届けたいかっていうのはすっごいリアルに、何歳ぐらいのこうどんな人みたいなのを考えて、その人が見たいと思うかっていう動画を上げる、その人が聞きたいと思うかっていうボイシーを上げるみたいなのは日々やってたりはしますかね。それがそれによってですね、本当に視聴者さんの層が変わってきまして、全然その層以外の人が見てほしくないってわけじゃ全然ないんですけど、それはちょっと実験的にやってみて結構面白かったなって思ってたりします。 YouTube は結構結果がすぐ見えるのでめっちゃ面白いですね。じゃあ次最後にしよう。最後、いつも YouTube 見てます、2拠点の働き方始めてみていかがですか。2拠点ね、面白さもあるんですけど、やっぱ大変って感じですかね。久しぶりに東京で働いていたり、東京の方とお仕事したりみたいな感じなので、ね、関西と関東ってやっぱり全然お仕事の進め方とか人の感じが違うので、そうそう、それも面白いけど、やっぱり今移動がね大変なので、最近は結構東京に来たらもうやっぱり長期滞在してとか意識してたりはするんですけど、はい、楽しんでます。またちょっと東京の様子もね Vlog でアップしたいなって思ってるんですけど、もうすぐやっと家を決めるので、はい、楽しみにお待ちいただけたらと思います。
じゃあ質問は終わりなんですけど、はい、オフ会とかありますか、リアルで会いたいですっていう質問がをたくさんいただいてましたので、ありがとうございます。そしてすいません、そうオフ会はですね、本当やるやる詐欺になってて本当申し訳ないんですけど、今年絶対やろう、今年絶対やります。はいです、はい、遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、ということで今ね収録してもう1時間半ぐらい妹とずっと喋ってました。できる限りお答えしたんですけど、ちょっと編集の関係もあってね、そこを削っちゃう部分もあるかもしれないんですけど、本当にたくさんいただいてありがとうございました。ちょっと読み上げられなかったり答えられなかったものもあってすみませんでした。ちょっとまたあのライブ配信やったりとか、あとボイシーの方でもね、今回のテーマからちょっとお答えするようなのもあってもいいかなと思ってるので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、はい、また来週からもですね、ちょっと最近ね YouTube 不定期なんですけど、ちゃんと毎週更新していけるように今整えてますので、お待ちいただけると嬉しいです。はい、今回も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。But you ain't even